上手だね、キックが。ボンジューは、フランス、ナント在住ののりです。今日の動画はですね、生後3日の娘との1日の様子を動画にまとめてみました。まず初めのシーンはですね、日をまたいで最初のミルクをあげているところです。私はですね、混合で育てていて、まず母乳をあげてからその後足りない分をミルクで補給するっていう感じなんですけど、今ね、この開けようとしてるボトルは、新生児用の1回こう飲み切りタイプのミルクでして、これはね、病院側から全部支給されます。このボトルはですね、横に目盛りがついてるので、赤ちゃんがね、どれぐらいミルク飲んだか分かるようになってます。そしてね、ミルクが飲み終わったらゲップをさせて、その後はね、おしめ交換をしてます。なので、こう母乳をあげてミルクを飲ませて、おむつを替えてっていうのを私は一つのルーティーンにして過ごしてました。さあ、5時になりまして、今日2回目のミルクですね。ここでのね、流れもさっきと一緒で、母乳をあげてミルクをあげて、おしめ交換をしてっていうルーティンをねしてます。この後もしっかり寝てほしいんですけれども、夜中にこうやって覚醒しちゃうのは新生児あるあるですよね。なのでね、赤ちゃんが落ち着くまではこうやって抱っこをして、私はよく読書をして過ごしていました。今朝の7時20分で朝食の時間ですね。今日はね、ちゃんとショコラショーをもらいました。で、ね、このあったかい牛乳と、このチョコレートの粉で自分で混ぜるんですけど、コーヒーね、そんな普段飲まないんですけど、そう、昨日もらったコーヒー飲んだらすごいまずかったんで変えてもらいました。パートナーはですね、朝に1回、夕方に1回来てくれて、その間ね、赤ちゃんをこうやってお世話してくれて、私はね、ゆっくり休むことができました。昼の時間になったのでご飯をいただきます。今日のご飯はこんな感じ。いただきます。今ね、授乳の途中だったんだけど、途中で寝ちゃって力つけて一旦中断。起こしても起きないから一旦寝かせようと思います。
赤ちゃんが寝たと思ったらですね、私もチャンスと思ってその間にこうやってね、こまごまと睡眠をとるようにしました。ここのクリニックはですね、朝に1回、夜に1回、看護師さんが部屋まで来て検診をしてくれるんですけれども、今は夜の検診を待っているところです。ちなみに今私が手に持っているのは、Kindle Paper White という電子書籍なんですけれども、赤ちゃんが、ね、寝てると部屋を、ね、明るくできないので、そういった際に、ね、この電子辞書はとても便利で持っててよかったなと思いました。さあ、これが今日最後のミルクタイムです。新生児との一日を動画にまとめてみましたけれども、いかがだったでしょうか。最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。アビアントー。